それゆけメッセンジャー。こんにちはメッセンジャーコロナです。どうもこんにちらメッセンジャーアイハロです。こんにちはカギシューです。下ですええー、もう七月も終わりでございまして最終週でございますか。うん、まあこれから夏本番ですな。いやもう凄まじいですね暑さがね、えー。暑さがもう昨日なんかでもまあこれ金曜日日曜ですからちょうど木曜日ですか。パッとやっぱ今日暑いなと思ってパッとあの iPhone で温度温度見たらやっぱり三十八度とかあったから。ね もうこれは本当に猛暑というかまあ毎年こうなっていくんかもしれませんけど例、うん、年より今年やっぱ暑いよねなんか野菜がね全然ダメなああかんのや<ー>レタスだけが安いっていうだけ,だけあのー、野菜がね野菜がね原因がわからないらしいですよ、うん、その暑いからっていうことよりかはなんか育たないんですって<ー>でそれがその長年も農家なんか代々やってらっしゃる友達とかもおんねんけどもそういう人に聞いたらそのその 今年はは暑いいかかからっててうだけでななくぜか分かるけどが取れないしかも今ねこの,あの輸,輸送とかそういうものの問題で、うん、まあ油とかいろんな原,原料とかがこう上がっちゃってるから余計この8月9月になるといろんなものにね我々の,そのた、ね、お金っていうのがどん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 家計が苦しくなるっていうのが一つと、はい、あとほらなんか。 コロナもねだいぶどん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 まあ僕の周りも本当にねかかってますあの前相原にも言うてやん神社行ったみんな4家族でお祓いしてあの漁師の友やと俺は大丈夫やねんけどその後あとの一緒に行った時じゃないですよ2週間後ぐらいに全家族コロナになって。 でもね、の不思議じゃないと思いますよ、<あ>別に。田舎の方が、田舎っていうか、地方がまた増えてきてるっていうのもあるんだけど、うん、一個はね、あのその言ってましたけども、そのあ,のある人があの、サラリーマンとかね、うん、の方って、うんまあ、例えば、大月さんが、まあ、コロナになられたとしますやんか、なら会社員というもので、10日間、7日間休んだとしても、うん、まあこれは、 給料ととしててちゃんん保されますもね例えば僕らみたいな仕事とかもっと言うと個人一人で会社やってるっていうか現場をやってる工務店の方だとかちちっゃい会社で一人でやってる人いる人いるこの方々が今まで決まってる仕事を10日間休めって言ったらもうね死活問題になるんですよほんなら検査に行かないだとか。 で反対に中ではちょっと熱あるからって言うだけで毛病、うんまあ、を使ってサラリーマンの人でも休んでる人はないと思いますねまね来るなっていう感じがあるねでも調子悪かはちょっと微熱ですって言ったらね給料は変わらないわけじゃないですかで,すでも真逆のところにおる方々もおるわけですよね。はい 一月30日ですから3分の1の仕事が飛んじゃったら、ねうん、あの すぐ急ぎでやらなきゃ仕事の方もいらっしゃるじゃない。空いてるでしょうね。例えば、看板屋さんだとか、そういう塗装屋さんやというその日にやっとかへんかったら。ってでも、そこは行けないわけでしょう。よそに頼みますやんか。よそに頼まれたら、これもう二度と仕事来ないわけ。ああ、そうかもしれんな。その可能性って、大事臣してあるやんか。なんぼね、友達やなんか、やっぱり、そのオープンのお店。この時間にね。ほんなら、もう。 ちょっと微熱で熱すぎのに下がったらもういかん PCR を経験ないかんとこみたいな感じになってるんですよねじゃあほんならこれは保証できるか言ったら保証できないでしょうでもしょうがないと思いますよだって今も三30代40代20代30代はこんといてくれみたいなね発熱外来ももう家で寝て治るんやったらそうしてくれみたいな感じら昨日もちらっと新聞にも載ってましたけどももう 市販の風邪薬でオッケーになってるからね。うん、それ風邪風邪ちゃう。ってなりますよね。市販の風邪薬で、もう治ります。って言って言 <laughs> <laughs> それ風邪ちゃう、ねと。とはいえ、また重症化するとかいう人もおるも。それは例えば、その、なんかね、あの、例えばアヘラみたいに前に大きな大病したりだとかな。<laughs> そう、でも、俺は、俺自分でさ、普通の人より多分すごい敏感やね。そう、そういうのはね。で,ねでも、これって、うん、もう。 言っててもしゃあないよなって思うくらいのレベルの人がかかってるやんか。んかあと、はい、その死者数っていうのは死者数って出てるけど、じゃあほんのこれ何歳なんですかっていう話も。もほとんどお年寄りらしいですよね。 あのー、まああの混んどいてくれみたいな感じでね今言ってますよ発熱外来とか PCR も保健所がいっぱいやからって言,、はいはい、言ってますけど今ね生命保険皆さん入ってるじゃないですか、はい、あれねちゃ,ちゃんと診断で保険証からあ,あなた陽性ですよって言ったらね保険料が1日1万円ぐらいで出るんですよ。そでそ、はい、それをもしもししあのののフリーランスの人が休むんやったら 保険のややつ欲しいんほんでそれもこんといてね家で直してね言うたら照明がないのでただただ休んでるだけあので知り合いはそういうやつの保険も入っててコロナに初めバッと第一波ってやつですかなった時あの時に800円やってんでコロナの保険が。で800円で1万円出てたんでだからそれはまあ あの払い続けてるからもちろんとなった方も、はいえー、の10日間なのか7日間なのか1日1万円出たんですけども、はい、今入ろうとしたら、うんね、4000円から5000円ぐらいかかるし大手生命保険どことは忘れましたけどもうコロナ保険ってやめたらどこんだけ増えてしかも値段減ってるのよ <laughs>、ね、<laughs> だいぶもらえるのが減ってるわけですよ。うん、だから あのー、5,000円になったりとかそういうこともなったりとかね、はいうん、してるんでねだミキの汗がね4か月ぶりにかかったらしいんですよ、はい、あまあ4か月前にかかってまた今回かかったってことは、はい、その保険もこれ1年に何回もかかる人は何回も保険料、まあ、払わなあかんわけやんか、ね、保険会社からしたらさ。はい、だから これ考えてみたら、ら風邪って一回引いたからって、二回目かかれがじゃんかかるやん。んそうですよね。そうなってきてるんでしょうね。症状 <laughs> だけ見たらね。だからある程度のね、それはもちろん、はい、あの。まあ、本当にあの、あれですか、インフルエンザは少なくなったような気がしますね。はい、だから、そんだけ手洗いとうがいというのは大事やし、あとまあ換気も大事。 うん大事は大事やねんけどもタクシーの中暑すぎる時あんねんな開けてるから開けちからそれも後ろの窓開けてますやんか後ろの窓ね。あんま意味ないっていうね後ろの窓でタクシーの気持ちはわかるけど運転手さんのところに飛まつ飛べへんようにやってるから後ろに大体あんまり風けえへんやんかいからこの前ね名古屋の番組行くときに「 タクシー用意されてたやつ乗ったんですけど切ってはんのよ。ええ。切ってあって俺の新幹線着く前の多分二20分前ぐらいから置いてはんのよな驚くぐらい暑いんやんかむちゃくちゃ暑いんやんか暑いですかっていって暑いですてはんのやろ？だからちょっと年齢いってはるんか知らんけどこれごめんなさい皆さんが言ってませんよいろんな運転手さんいるけど。 その運転さんは多分ずっといろんなとこ運転されてる間、うん、やっぱり車の中で寒いやんか、ねうん、だから運転席は特に寒いじゃないですかだから切り張ったんやと思うんだけど、うん、俺はまあ暑いやんか、うん、で乗ったんよ俺なあこれって虐待ちゃうんかいうぐらい暑かったんですよ <laughs> 車それこそペットでも放置してたりしたらえらいことになるってうからねーしかも大体タクシーって、まあ、全部とは言えんけど黒色多いですやんかでそこに停車して待ってはってくれてるからまさかその外で待ってくれてたんでね運転手さんがわざわざ出てすいませんって言ってたぶんクーラーなんか聞いてんやろなって,って開けたら、はい、全く聞いてなくて <laughs> すっごい。 すっごく、すっごく扱って。でも言うたら悪いかなと思って、走って5分ぐらい言えへんが。あまりにも。え、まだかけへんの?。うん。え?。多分、自分の対応に合わせてって、で。俺と、その。あの、スタイリストさん、まだ若い。マジか。二2二歳やねんけど。多分、その方、多分、めちゃくちゃ寒かったやもんね。この真ん中で聞いとった。で。あの、すいません、ちょっと、これ入れてもらえますか、そら。 え、暑いですかって暑いです二 <laughs> 人とも言うとも声揃えて俺と俺とあの池田ちゃんと二人で、はい、暑いですい確かにお年寄りって肌感覚が鈍くなるというんや,ってや,、ねうやね、だから熱中症なんねだからあのあこんだけ暑いのは暑くないって感じるんやけどもうそうなってくるとタクシーの運転手さんに向きか不向きかって言われてる <laughs>、ね、基本ね運転 技術は抜群だとしてもからタクシー運転手の方々に言うあのあのこれは別にあの多分運転されてる方はあんま気づいてあれやと思いますけどもあのビニールのやつがあることによって、はい、ふあの車で。 あんまりタクシーの、車にね、あれついてるやつないんですよ、後部座席にクーラーのやつがついてるやつないでしょとまあるやつもあるかもしれないけど、個人タクシーとか。一般的な有名なタクシーメーカーのとこはついてないんですだから、思ってる以上に、後ろ暑いんです、昔は別にそんなコロナとかの前はビニールがなかったから、直接入ってたんですみたいなね だから自分あの運転されてる運転手さんと後ろっていうのはすっごい温度の違いがあるんでそこだけすみませんがちょっとだけ気づけていただけたら <laughs> 温度調節難しい,みたいですよ難しいだってでもそれでね、うん、言うたらそこをきつく強くしましょうかって言っても結局強しても運転手さんが寒くなるだけやね,ういうねでいるのかあのパネルは本当にあの、うん、パネルもいるのか正直タクシー強盗用のあ,あのそれじゃなくて、はい、そこだけじゃなくて、うん、その横に今 ビニールがあったんだからそれはもう完全に空気を遮断するやつすあのビニールだから窓開けてるはずやねんな運転手さんは窓開けてあるのは多分コロナ対策やもんねちょっとなでもそのビニールがあることによって後ろが開けても通らんわけよ通れへんなほんならこうしましょうとタクシーの中では喋らんといてくれとそっちの方がええのよベラ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 それはね喋べりでいない勤務はなる人もおるから夜なんかな例えば夜勤務の方とかも酔うてるやつが大きな声で喋るっていうこれもあるかもしれんけどもでも ちょっとね換気が大事だっていう意味だったらあれあんまり意味ないんちゃうかなと思ったりだとか,、ね、だかあの歯医者さんとかね、はい、行くと、まあ、病院はどこにそうですけど、はい、開けてるんですよね。てる開けてるからうん、うん、逆に言うと クーラーをめちゃくちゃかけるんですよ。中まで効かそう。ま、窓開けてるのに中まで効かそうというクーラーの出力の凄さって凄まじいから、国が言うてんのがむちゃくちゃでね。まず換気性でいょ換気性。ほで節電性でいょ節電性。ね。で、電力使うなでしょ。どうしたらええクーラーは使え。で、熱中症に気をつけましょう。この4つ合わせるってむちゃくちゃえで。 好きなタイプは優しくてお金持ちでコーヒー場でとかそのもう全部欲しいもの言うてるばっかりで、はい、っていうことや,んか、ね、やだから本当にあの準備ができるようになりましたよあの歯医者にみんな行くでってなるやんか。はい、ほんだら子供を 長ズボンいていんで上の服着ていきっていうぐらいもうキンキンに寒いからめちゃくちゃ寒い病院はやっぱ開けるから開けるから寒いのよ一昨日もテレビ局のスタジオあるテレビのスタジオ入らせていただいた楽屋ねたまにそれを開けるみたいに外開いてんのにもうね室内の温度は多分18度ぐらいスタジオかスタジオ寒いスタジオじゃなくて楽屋 驚くくらい寒くてどこにもあんのか分からへんあんのテレビ局ボタンこれかなと思ったら電気消えるしさこれかなと思ったらウィンドウワーって出てくるしさ今あんまりないよなあの楽屋にああ今ないないねん俺が行ったとこはなかったないとこもあるかなそれはだら別にそこをねテレビ局のせいにはできへんやんかようそれ言うたらなんか言う人おるんですけどねあの電力今節電節電とか言う人おるけどじゃあ節電して その電力を落として空気入れ替えで開けて直射日光、うん、そら言うたら向きによったらさむちゃくちゃ暑い部屋もあるわけにしょほんでそこで熱中症だったら俺れどうすんねんとだから言うてることが熱中症も抑えて電気も抑えて、うん、電力も抑えて換気もせえということが言ってきたら矛盾だらけやからどないしようもないのいいそ、外でおるみたいなね。 なかなかそう言いましただけで、本当に。まあ、ここからでも、まだまだピークが見えへん言うてからね。いや、なんか、まあ、新しい、すごい強そうな名前のなんか。ケンタウルス。つけたら、ええ、ちえもんちゃうよ。なんか強そうなね。ケンタウルス。とはいえ、これね、コロナだけでなくて、いろんな疾患もてらして、その方が、例えば、病院に通わなあかんとか。だから、あの、持病持ってるね、あの、人いてるやんか。もう、このコロナで、その持病の。 手術を一刻も早くせなあかんのに、もうすごい後回しされて、でその人の方が命に関わるような病気を持ってたりするから、ほんまに何これっていう。ね、ほんばっかりなと思ますよ。でもまあもう僕も五十過ぎましたんで食べるもんってちょっと気をつけるようなのでないですか。なんかちょっとね、まあこの前の前回の時義者さんがあのまさかの五十キロですって言って体重計乗せたらもう十二キロ増しっていうね、増し増しっていうね。 本当に何にも分かってないやで、あれ見てたら1 2キロ太ったら膝がちょっとなんか体重たいなとか感じるもんあるモデルさんと仕事することはそれをちょっとちらっとそれ聞いてんやある兄さんとかが1 2キロ太ってるって言うんですけどそんな顔してもしゃあないやないかほんまのことなんやからそれはそれはとそれは多分5 0キロ っ、はい、思い込んでるだけで、なるほど。だいぶ前からもうそんなもん、もう五十五六にはなってたはずはい、はい。違います。正解やわ。違うじゃないことはね。四十八だったんですかど、一ヶ月前も。でだからそれでヤフーに載ったんです。十二三の頃が四十八やったか知らんけどさ、あやさん、三十二も三も,もなったらね。一ヶ月前にな、四十八だったやつが、はいはい、ほんでもう十四キロも太ったら、もう。<laughs> 病気や,んやこ,れこれにもしかしたら本当に今こんな涼しい顔で気づきませんでしたよ、はい、っていうことを堂々と言うやったら、はい、いろんな人間どッいった方がいい本本当に本当にに <laughs> それはもう体の部分じゃなくて心の部分かもしれない,い,やいやあれ俺が言えへんかったら怒っとったけど俺が、はい、太ったっちゃうやたらめっちゃキレとったけど、はい、俺言えへんかったらあのまま。 いやだからもう気づかないっていうところを利用してどんどんいってたよねあとすごい食生活が乱れてたんですねやっぱとんかつ2枚食べたりとかとんかつ2枚2枚以下に食べたりでご飯2000たんでそれでも4 8キロやと思ってたんでほんな勝手に痩せる思ってたら例えば六川さんとかみたいに得意体質で何ぼ食べても太れへんっていうのはでもりちゃんそんなことないやん私は食べれば食べるほど太るんですんえへかったよかったたただ午後の時らいに食べてんです なで翌日まで何にも食べへんとかごめんなさいね、はい、多分話の視点が違くて 2>、はい、1 2キロ太ったことが悪いって言ってんじゃん <laughs> 気づかなくて、狂ょ便、垂れてるあなたに気づかないっていうことがおかしいんじゃないのっていう、そ,そ,う,そういうこと、なんで気づかないのかな体、12キロも太ったら、僕、そんな太ったことないですけど、それでもねだ、1年、2年かけて、あ 1>, まあ1キロ増えて、2キロ増えて、はい、1>, で1年経って、結局、10キロ太りましたやったら、自分でな、うんでもう、1ヶ月や、ね、2ヶ月で10キロ超えて、ボクサー並みよ。いやそんなん そういう変動が。 女優ですか太るなんか太る役でも入ってきたんですかこんなやったらゆりやんみたいなもんで痩せてまたダンプ松本さんのドラマやるからみたいなまあそれかっこいいですけどそれやったら全然ただただ不規則な自堕落な生活を1か月しただけでだから私痩せるのも太るのも私簡単と思ってていやそれは年齢が違うそれ20代やったら俺らでもそうですよ20代やったら食べても食べても全然その何別に運動もしないけどもそのやっぱり。 エネルギー燃やす力が若いから強いけど、はい、やっぱり俺でも50過ぎて義者でももう30過ぎてな今までと一緒やいうことではないでしょうそれはまあまあねあと体脂肪がほんとえげつないことやんか <laughs> あれやでた体脂肪いくらやったんって聞いたらなんかこの前その3キロ痩せたって言って喜んでゆっくりなんか自慢げに言うてくんねやんか、はい、3キロ痩せたらもう9キロ太ってるやんまだ1 2 12キロ太ってることを気付かずに3キロ痩せたとってやんいやまあそうですけどこ <laughs> んな体脂肪ってようあるけどあれ何分ぐらいになったらあの <laughs> 測定不たなが出てきんですよ男の平均が22.5とかそうだよね大体19とか18やったらあすごい絞れてるねでまあ11とかなったら格闘技家のレベルで女性がなんやかんや六267でねまあまあ中肉中勢って言われてるとこやけど測測定定不ななできかったらそんなにボインちゃんとかでもないのに別に脂肪はここだけ胸だけじゃないですから。いそうう

30オーバーだったらあのちょっとこれ測定不能で測れないんですよって言われて。ということはそんなきゃやっぱ食生活でしょ食生活でだからとんかつに今が効いてるんですよお前は大きい見お前はこだま師匠はこのラジオであのずっとなあやら焼き豚焼き豚ずっとハマってて食べてはったんやからほんでこの前久しぶりに会いて変わるんですか師匠なんか 最近どうやったんですか?」って言ったら「いや血液検査行ったんや」って<う>、うんまあ、毎日、まあ、1時間に1本ビール飲んで8本でしょ <laughs> で焼き豚でしょ <laughs> 体に変化悪いや分かるやけどで血あそうですかって血液検査じゃど,どうやったんですか何にも悪いことだったや言うねんな<う>えって言ってえそれでもまあ悪くないとしても、まあ、1日、まあ、ずっと360日8本ずつ飲んでてビールをね、うん、で焼き豚やっったらなかなか多分 それこそ中性脂肪とかつくつくんそんなんはうい,ういかがかたでしょう、はい、いやちゃうな、ないねやタレも甘いやんそうやね焼き豚のほんだら焼き豚の時期はおりましたって言ってほんだら今前月から、うん、ずっと、うん 焼き椎茸にはまってるらしいかね。もめっちゃヘルシーやん。焼き椎茸だけでキリが取れるんですか。焼き椎茸だけ食べ焼き椎茸だけを食べねてよる、えー、ずーっと毎晩、毎晩焼き椎茸。<laughs> もうね、もうそれにもうあの人あのあの人ハマったらもうずっとそれだけやから。はいえー、そうハマるまん交代するのがなかなかけ交代ないねんだけど。椎茸腹,腹いっぱいなんのあれ。焼き椎茸を醤油,け醤油かけて。 それを焼いてそれをもうそれで体むちゃくちゃいいそれで元気やとほんまにもともと強いんやあのね痛風が出るって言いませんあんなプリン体さん取ったから確かにあるよでも一番あかんのっておんなじものをずっと食べるのがよくないでもそういう方いらっしゃるのよ中にはそればっかりとか。カレーパンをずっと食べた人が 風になっするカレーパでもプリン体だけのこと考えたらそんなないんやけど焼き椎茸はでもそのうまみ成分が多いようきするけどそれは干ししいたにするとうまみ成分が多いそれは魚でも何でもだけど干すとアミノ酸が出るからそのアミノ酸の中のうまみ成分がプリン体になるわけやから焼きしいだけちゃんとしたプリプリのやつ買うやつ完璧な 栄養が全部揃ってる食材ではないやろ。この栄養はめちゃくちゃあると思う。けどそれかつお節とかかけるだけ、なんもかけへん。な醤油だけ。醤油だけ。ちょっとお塩でいただいたり、醤油だけ。あの余計なこと言うとあかんな。あの。ごめんなさいね。しいたけってやっぱりちょっと副菜のイメージがすごい強く。それがたの楽しみやねんって。あ、そう。それを。 食べて、夜、で、一時間に一本。はい、やっぱ、変人の方って、そういうこと言うんだな。大先輩。だから、しますします。その藤井さんが、だ、はい、かまあ、仲良くさせていただいた時、なんか、誕生日で、なんか、ご馳走しますよ。兄さん。好きな食べ物、何ですか?はいな。何でもいいですよ。とこの際ですから、はい、って言ったら、ね ネギをそら言われてもなしかも刻みネギ完全な薬味味だ完全な薬味やから刻みネギを試食ってなこれまだできればできれさ下にたりネギとかあれでなんかする方法もあるよ、すき焼きとかも 刻みでさ、何あげるんですかそれやって<飯>ちょっとだから難しいな。冷やや子とかなんかそんなになるもんね。ネギに合うものになりますもんね。まあまあ足早いし、ねい <laughs>。ごちそうしようにもなかなか難しいしね。しいねだから実際食生活やで、もう本当に。あそうなん食生活ぐらいはさ、はい、まちゃんとできるやんか。これせあれせ,いあれせいはあかんけど。お米山ちゃんもジム行ったで。 あ聞きウミヤマちゃんもやっぱあの子でもすごい見た目も細くないでもそれ言うたらお腹がすごい出てるんです私ちょっとお酒飲むからかないやそんな飲みあれへんやろだからあので言うたらじゃあお腹だけへこますっつってやっぱり人間無理やねんね下半身鍛えたら勝手に腹へこんでくるらしくて俺もよく詳しいこと知らんけど俺が今言ってるすごいこう韓国。 韓国の陸軍の特殊部隊をった子がおんねんけど。すごいな。めちゃくちそうですね。すごいね。もともと韓国で生まれて大阪で住んででまたあの韓国戻ったりとかお父さんの関係でね。ねその子にやってもらうって言ったらやってもらうっていうの。じゃ私に勧めてほしかったですけどね。あの私の方が太ってるんで。まず痩せちょっと痩せてから。あのムキムキなってもんちゃ困んないだろう。そうなの。急にあそうなんですね。 であのまあこれちょっとあんま言いたないんんけどぎっしゃん今カレーの修行行ってるやんかニューダルにっていう、はいはい、あやれたことあるニューダルそこの大将がねあのカレーを出す時にすべて <laughs> <ー>カレーを置いたお客様に置いた瞬間にどってこけてこけたんでてやばら8本後に貼ってんやんすごいやんこれ <laughs> 大型バイクって転倒したぐらいやんか、ね、な,なかなかね,ね 大変も70過ぎてはるからいやなかなか大変ちゃうな私生活もそれも多分泣いたこれ今年いっぱい休むんちゃうかな思とって8本やから70過ぎてはるななもうかな1か月もせいうちにもう3週間ぐらいで復帰もともとんかプロレスラーかな時代がりがりガリがりがりガリがり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 です。りがりりうわう こんな言うと、あか,かんね、不幸づ面やん。今、めちゃくちゃ悪いじゃないですか。<laughs> <laughs> あんまりハッピーな話してないし、今本で。日本版が言うだろう。いでも、あや、やあないですかあばらやったから。あばらまあ、しかも。直しようもないっちゃないねんけどね。こけてあばら八方っての救急車も呼ばんと、そのまま電車で帰ったらしいからな。なそうなんですよ。奈良まで。あなあ、で、へ、でも下手したら、ちょっとあれやで、肺に。 刺さりかけとって、あらあら怖い、危なっ。昔ゃ昔見たから我慢しやるから。じゃ一本に吠えたけど八本やで八本。逆にやでグニャグニャを引八本。釣り革もてまもてまてんでしたよ。どうやってこらえたやろうと思って。 おかみ、ね、さんも二人でやってあるからね、うん、ここやと、ぎっちゃんと、ぎっちゃん、こういうときのこと、手伝いに行けって言って、はい、そりゃそうやんか、はい、行ったら、ママね、いいですって言われて、お断り、はっきり。<laughs> それはどういうい意味な 猫の手も借りたいと思うんで、そういう方ってちょっとお皿洗ってもらうなんか一つやってもらうだけでも助かる中でギシアンに断られるってことやから、だからそういうことや。どういうことですか？あの気遣いなんですよ、すごいマスターもおかみさんも。いや、俺わかんねん。あのギシアン、俺とか俺とかもうあやらもう調子いい時あるやん。例えば今日はよく寝たとかな、あそまあまあ疲れは今日はあんまりないわとかいう意味のあるやん。その時のギシアンはまず楽しいね。あはい、一緒にいてはい。 ちょっと具合悪い時にとか熱あるとかそうちゃうでただ一日仕事しんどくて疲れ取れてえんなとかいう時でばッとのぎっしゃんのテンションってしんどいなと思うね俺。でいちいちや菜もよう突っ込んでるけど何やねんそれみたいなことをテンションこれ「世界一おいしい何々見つけてきました」とかだからんか想像ですよ手伝いに行くやんか何でもやってはんねやろそのカレー屋さん。自分らのルルーがある中で ちょっと手伝いに行っただけやのにこういうやり方の方が絶対に効率がいいと思うんですよね。そんなわしはこういうルールでやっとんですいやいやだから絶対に絶対にこっちの方がいいと思うんですよねみたいなことを言われると発砲をれた対象からそんんな言いませよだからテンションを変えたらずっとなんて言うたいの。 今さらですかお前のあかんとかテンション初めて言われました <laughs> うちの犬が今アメリカン国家アスパラニエルるって言ってあ,<ー>あのやっぱりいろいろ見るやんか、はい、こう掴んで買ったらどんな性格やとかシワワワこうやとかでそのねアメリカン国家がすっごいあのあれやねんと明るくて、うん、もう天真爛漫でっていうねんな、うん、で僕の知,り知ってるあのドッカフェのママも、うん ちょっといこう遊んで遊んでが激しいかのもうほんまにウレションするぐらい喜ぶみたいなかわいらしいけどもそれ好きじゃない犬好きじゃない人たまらんやんかバーって寄ってこられたら嫌やし犬好きじゃない人もおるわけやからうわー寄ってきてねなんやったらウレしョンしてもったりすぐうちの犬って喜んで喜んでのもう一匹飼ってるシーズって中国の犬やからおとなしいおとなしいねワンも何も言えへんでうちの犬もワンも言えへんねも遊んでくれって走りまくんでワーって。 めっちゃそれ似てんねやんか、ま、熱ある鬱陶しいやんんかかワンちゃのの話で言うととね布団ずっっすやつそれは直しした方がええわ <laughs> あ,のあの子やかましやまろってあの占い師の, <laughs> <使>の,の先生は私のことねそんなあのラジオでしか知らないから。 いや見てもう,、ね、そう思ってあ一度ねお会いしたぐらいで会、ね、合わせてくれてこのうるさいんやとテンションがっめっちゃ私のこと嫌いですよねい嫌いとかすぎちゃうけどテンションが高すぎる <laughs> <ー>すごいですねですラ,ラジオ一応なりわいとかしたい人がうるさいなかなか、ね、おしゃべりとかお話好きはあるけどうるさい,はい、はい <laughs> それただの一般の人ですからねだからなんかそれちゃうあのテンションが高すぎるっていうのあ、ほんなんちょっと下げましょうか怒って言われてもなやめるかリターンとして数回できますよねやめるかすぐ怒るやんかやめませんけどでもピンポイントでギッシャンがおって助かったっていう場所がちょっと世の中に少ないんちゃうのニューダルニの対象は骨が折れてさ誰が助けてくれたら嬉しいっていう中でギッシャン はええー、わやと思うね、うん、多分ね。ぎっしゃはええー、わ。でも仕事忙しいですね。であの、あなたが、はい、まあ、あの、一緒に住んでいる。ご主人の会社にも <laughs>、はい、従業員の人はコントいてくれ、はいはい、とか。 そんなこと言われへんやんか会ったこともないのに言われてるんですよでもこれがだから旦那さんが職場でめちゃめちゃ嫁さんのこと言うてるとしか考えられへんやんかだからどっちかって言ったら岸田の旦那さんっあんまり口数多い方じゃないのだからしんどいんやと思うねんな家帰ったら聞いて聞いてとか大した事件もなかったんだ仕事して考えなあかんこと社長やからさいろいろ従業員のこと考えなあかんとかこれからのことも考えなあかんやんか帰ってきていろいろ頭出やる時に どうでもうなこと多分ね家帰ってきてさ今日ラジオで言われてんんで「私は5 0キロつもりやったけど体重計乗ったら6 2キロやってん」って喋られた時に「なんで気づけへんね旦那は言いましたけどなあまあそりゃそうやろとか言うんですよ気づけんじったら言ってよみたいになってくるじゃないですか言うたら言うたでめっかのごとく怒るやろ旦那さんが「そんなわけない」「めっちゃ太ってない?」って言ったらどうすんの え、そうかちゃんと見てって言ってほんで体重計乗ってみってなるやんか50人あったらなんて言うねえ、ごえご60キロんえっ、ね、60キロ超えてたら実際目の前でそう言ってたらまあそれはちゃんとダイエットしますよいつものパターンやろりませんイエーイ 言うてこのこのヘルスメーター壊れてるそんないつものことでそんなことしませんよ上記してるでしょそんなギャーいやー言うて白目がきますよ言うてたやだって前の前回の時あれはびっくりしましたけどねいやーって聞こえたもんな何や思ったもんこの人その声よう出すもんいやほんまにだからあのこれ YouTube でもう一回あのアーカイブで残ってるんでしょあれとかもう一回聞いてもうだ俺らがまるで俺がまるでその太ったって言ったことなんかパワハラやせっこあれみたいなこと言う だけど本当に12キロ太ってるね女の人を前にして言えへん方が冷たいと思うもんまあ確かにですねってやろ確かにまあそれは私セクハラでもパワハラでもないとは思ってます気は悪かったですだって事実よまあまあだって俺12キロ太ったらお前なんて言うてんやけどえめっちゃ太りましたねって言うやろ12キロったらお前もう人数変わるでそれか女性の方やったら あれちょっとおめでたかなとか、多分そんなふうに思ってしまうかもしれない。だから妊娠中じゃないような感じのおふあのねお腹じゃなくてね、お尻がね。あのプクマのプーさんが絵本であの蜂蜜取って出られようになってテーブルにされたりするじゃないですか。あの鹿のあのあんなお尻してたんです。そんなしてません。してませんことないやん見てないやろうさ。見てません。さ、い日私痩せてね。 皆さんに「痩せたな」って言われると思って5 9キロぐらいだったってことやねんまあまあまあそうなんですけどいや別に俺ももっと肥大せいと思ってるもう嫌だよなだって俺らからするとラジオやから別にラジオでそんな別にグラビアでもないしアイドルでもないし女優でも何でもないんやからただ 太っったなて言だから事実を事実として黒田は言うてて桜井さん見たらショートカットやねって言うてんのとあとタバコが細いでしょ。たばこ細いねってその本当のことを別にね言うてるだけやんかちょっと浜村先生サイズオーバーサイズねとかジャケットがジャケットがジャケットがオーバーサイズねみたいな感じやんかだからまあそのあるままのことちゃう でまあねね今はね食事制限が一番辛いでしょそうやってとんかつ2枚食ってたやつが急に「かといってこれねサラダだけやったらまた体に悪い」とか言うととんかつ2枚食うなやそうやな <laughs> 一枚でいいしビールやめたらほんならあもうあんま飲んでませんほんならもビールのやとインスタもうなくなるやんこれであれもうやめたんですよであまりにも不通だったから誰かめっちゃ言ってくるかなと思ったんですよね誰も何にも言ってこうへんからもうね僕ら始まって2週間ぐらいで思うとったもんやらんほうがええのになビールなんて思うとったもんだからダイエット企画したらほんなら俺の方みんな見てくれるかな あの痩せる太るに関してはものすごい皆さん興味あるでああそうですかまあちょっと YouTube も一人でやってみようかなってなんでそんな喋り方すんのよなうな海山ちゃんにも先週言うてんけど牛ちゃん牛もそのとこあるけど俺もあやらもうお前のファンじゃないってかってます なんかインタビューしてるみたいな<う>たまになんのよ。お前何それは何あの <laughs> 言われてんのか専務からあなた方はアイドルですよとか言われてんのか <laughs> れこれ俺もあやらもう別に梅山ちゃんの追っかけでもなけりゃ <laughs>、はい、俺はぎっしゃに。 あれれこ聞きたいいいわけどっちでもね俺モーニング娘。がやってる番組に俺らがアシスタントやったらモーニング娘。のお話聞いたりとかやるよそれはそういう仕事やから一応仮にもそれゆけメッセージャでさで乾き瞬間を讃える会ではないわけでこに例えば前来られたみたいに小泉京子さんが Z で来られたって俺らの時にドンピシャやからさそれはもう震えながらいろいろ質問したんやそのそうや。 大物感を出して今日ね。そんな大物感なんか出してません。聞かれたから答えたまで。かりにもあのフリーアナウンサーの梅山さん言うてたよ。うん、川岸さんは喋りの基礎がなってない。 なんやそれで梅山さんはねぬるい話が多いやっぱりやっぱり向川さん梅山さんアナウンサーから喋りの基礎って多分あるんやろあの MBS のアナウンサーであの人部長や校長先生やし梅山もちろんでも難関の NHK NHK っほんまあの喋りがちょっときっちりニュース読まなあからだから基礎と言ったら何やねん言お前は言うなだけやないモデルの言うなだけあうそうあまあそうですよモデル キャラクターで言うたら本当にあかん時のユッキーなみたいな感じ。<laughs> それ褒めてませんね。全然褒められてませんよね。相原さんを例えばね、私一度も嬉しいと思ったことないんです。一度じゃだからだからポチャっとちょっとしたやん。さ、はい、れたんですい。やったやった<が>あのギシャーあの時でやっぱりほんまにノラちゃんに似てるなって。<laughs> だからヤワリテわ。ノ、う、ラ、ん、さんも綺麗ですけどね。私が目指してる方向とは違うということだけお伝えしていただきます。やそれは別に画面で、だか、はい、俺らは別でええー、だから。 ギッシャンに対してこうなってじんないんなししねますこアシスタントでアンチおるんかみたいなな。<laughs> <laughs> あんま今までだいたい今までの流れで言うとねなんか,かわいそう」とかね、はい、そのメッセンジャーにこんな言われて「かわいそう」とかいうのあんねんけど、はい、その声が全然に対しては届いてけへんてだからそれを選んだ川中さんっていうね、はい、元プロデューサーが僕らと会うたびに、はい。 すみませんでしたって言う,う,う謝ってんすど。どういうことですか。出世三年遅れたみた,いた <laughs> スーッと行くはずやってん。ス <laughs> 口足引っ張ってるじゃないですか。私いやいや本当に気をつけないと,ういうとは,はいはい気をつけます。ああ<ー>、はい、まあこれもなんかねこの<え>気をつけますみたいな。やま <laughs> なん腹立つな。<また> <laughs> いやこれ暑い中で、ね、やっぱり余計こう暑苦しいみたいなあるじゃないですか。はい、まあ僕ちょっとあの精神的にもまあ。 細かいというか暑ければ暑くなるほど家ってピシッとしてなかったら涼やかじゃないような気がせん。まあ例えばせやな例えば洗い物がガッとあったりだとかしたら余計暑くなるし服とかが例えば畳なく置いてたら冬やったらまあええかもって思うけど夏は俺ものすごい気になるろで リンとなるからよくてそれは家が片付いてないところでチリンってなったらお前人生終わったんから最後の音ちゃうかみかなってまもねまあまあクーラーも暑いからつけるのはしゃあない俺自身はあんまりつけなくてもいいんだけどまあまあみんながオールスペースやったらクーラーつけてクーラーつけながらでも設定温度は高めやんか23度とかに千とまあ俺からしたら27度とか28度ってしてたんやなっ はい、お前扇風機好きやな、うん、<laughs> 何回言ったら扇風機回そうと好きやな、ね、お前は <laughs> 意外とそれね28度ぐらいの空気でも扇風機で混ぜればいやでも、ね、意外と涼しいのよね電気代で言うと今の A クーラーは扇風機代の方が高くついて、うん、セ A クーラーじゃないねん。 これ俺のクーラー言うたやんか何かその羽がもう壊れてしもって洗濯ばさみで挟んでこっち向けんってほかは全部壊れてないから全部全部リモコンもやるしその羽が開かれたらスイングできへんの 下出してる犬みたいになん <laughs> それとか上向付けていやいやそれやったら新しくこうた方がええやんや電気それだけやからいやええー、やんほんだらこれだもう物事がバカになってたらあかんけど、はい、このこの,こ,のこれだけはも気になるやんだってでもこれも下に真下にザーッとくるけど扇風機を回したら 空気が回るから大丈夫なんですよ大丈夫かどうか知らんけどい、ね、恥ずかしいやんなんか、うん、家友達来てこいつどこのクーラーずっと下向いてい俺, <laughs> 俺の部屋だけやから <laughs> 俺の部屋俺しか俺からまあええか,ええかで扇風機が3台ある、ね、あ今時珍しい <laughs> <laughs>、はい、1台もないです私 <laughs> 俺の部屋この <laughs>、はい、部屋リビングでいつも同じやり方やねはい。まあ、クーラーの設定温度は28とか27ドルして、はい、扇風機を <laughs> いやそれでだっていいんやもん <laughs> まあまあねほんでな俺の部屋と子供部屋はこの扇風機の,そのリングというかこう金具のところに全然ホコリつけへんねん、うん、でもそのリビングだけはホコリがびっしりついた扇風機こ <laughs> れは体にも悪い体にも悪いし後ろの方て洗いにくいからな、うん、一回ついちゃう これなんかルールなんかなと思ってひと夏は絶対にこれで行くみたいなほっかりつけたので俺の中ではついたら吹いてええんけどないや今はねあのハンディのあそうそうあの掃除機でバーってやったら別に取れんじゃんそういうこともできるように掃除機二台あるんですよちっちゃいハンディのやつもあるんですよあれもでしょルンバもあるんでしょルンバもありますルンバの上に埃がたんまり溜まってます 今ねそそのその、その話はもうし <laughs> 次い約束なんですけど扇風はどうにもこうにも気になんねん <laughs> だって体に悪いよ<か>だって <laughs> 吸うてるところがほこりの粒子を<う>しかもお前体に悪いやん悪いよ もう前もな、室外機、室外機、この扇風機ですね、俺ら、これあるもう嫁ですねっていうことな中華料理のファンみたいなんが、油でほこりついてて、すごい気になるけど、まあこれはもしゃないか、人の店やから、でも自分の家のリビングの扇風機の、まあ風回すやんか。 ヒューッとこうきてんのが分かってもうしばらくもう一週間は俺見てんねん。やで言えへんの基本やけどリビングに女嫁と子供やの俺自分の部屋でおるから子供も体に悪いから言えよお前俺がおる時は嫁もおるからんか露骨に掃除したら嫌味みたいになるなと思って。 で, <laughs> で今,日今日俺ウォーキング行ってくるわ <laughs> はい、はい、で,でちょっといつもより長めに行くねって言って、はい、行って、うん、でその間に絶対嫁さんは買い物に行くね、うん、でな長めに行くわっていうのを実は早めに帰ってきて、うん、でこのタイムラグで扇風機の掃除をした <laughs> <laughs> そんな言葉でしながらなんそんなに気にからかんねん。言うたええやんか。嫁さんがパって帰ってきて扇風機にパッとつけたけど、何も言わんか。気づいてないやろ。いやそんなあれで、扇風機が来ましたあのほこりがフーフフフってなってる感じやで、フ豪快なやなだから、嫁さんは。まあまあね。言うたええやん。その、ちょっとこれ、あら仕事行ってる間、ここだけ洗っといてって言うて。そうやで。何で言えへんでも。 ここまで次で気にならへんやったらもう気にならへん人なんだってこれは毎年の行事やからお前あのあれちゃうよう病気するけど言わんといて言わんといてそれはもうそれはもう言わんでだからもう全部フローリングや俺の家はもうカーペットとかも一切ないからだから余計怒りが目立ったりするんねまあまあそうですね 病気するやんか、痛い痛いなそんな体弱そうにも体見えへんねんけどもしかしたらなんか玄関マットをさなんかどっかでどんどん出てくるやんか玄関マットを俺の中でふっとした気づいたことがあってあの、すぐとか、あの、靴脱いですぐのこれ、あろてんのかな なんかなんかの動画で見た時にこういう洗剤使ってこうやってこうやったらめっちゃ綺麗になるクエン酸とか重曹とかで俺がなんかそのポップな感じでちょっと俺そんな動画見たからすごいですねやらせてもうていいやらせてもうてええからどんだけ汚れが取れるか見たいんやカーって言ってバーってやって45時間ぐらいかかるのかな一回んかそういうことかって帰ってきたら本当に真っ黒な水。 <laughs> ね、ああ綺麗になってよかったなって思ったけどね,うね <laughs> もう一回もう俺はよくやるのはもう、うん、そのお風呂場に湯お湯を張<ー>っていろんなものああいいね。もうあのー 漂白とかその時も漂白するもの全部つけるとかその日に決めてもたらそれ言うたら誰がそれ俺がやってるお前が半日で奥さんおれへん時は俺お前がサササッとやってるやってるやってるそれもう俺得意不得意がある病気の原因っていうのもしかしたらいやそれはあかん もうそういうことは言うそれただお医者さんに言われたらどうするでも俺がなんでこんだけ言ったらにホコリアレルギーね。くしゃみとかほんま止まれへんなんのが嫌やから人よりは気になんねんやっぱりだから扇風機の周りにホコリがついてることが俺の中ですごいやっぱ気になんねんなくしゃみが止まれへんからほんまあもう実際のとこはどうなのそんななに結構綺麗好き家お邪魔このって 気づけへんようなうちがそんな家ピカピカなはずがないじん。ピカピカです。自分を映す鏡だけやろ綺麗なわ。違いますよ。ちゃんとあの私は磨いて玄関マットも私が掃除してますから。それ当たり前なんで私が言った全部当たり前なんでお前お前なんであやら義チャンだけに強くて嫁には全く当たり前を言えこれもだから嫌味じゃないんやけどな。 <laughs> ということで、えー、<laughs> テーマでございます。余計熱なるわと。はい、はい。来週のテーマ、余計熱なるわでお待ちしています。採用された方には番組特製のボールペンを、採用不採用に関わらずいただいたすべてのメッセージから、抽選で3人の方には現金3000円を、一番盛り上がったメッセージをくださったお一人にも現金3000円プレゼントいたします。来週金曜日の午前中までに届くようお送りください。宛先です。ファックスは066809-9090、E メールは おばあちゃん o b a c h a n アットマーク m b s 1 1 7 9ドット COM おはがきは郵便番号5 3 0の8 3 0 4 m b s ラジオ「それゆけメッセンジャー」今週のテーマ係までたくさんのメッセージをお待ちしています機能性靴下のエコノレックと創業30周年パチンコスロットアミューズがお送りする今週のそれゆけセン 行きましょうかはいまずは川岸セレクト<ー>新しい生活スタイル アメリカの人気レシピサイトが昨年牛肉を使った新しいレシピを載せないと発表して話題を呼びましたあらゆる食材のうち温室効果ガスの排出量が際立って大きい牛肉を控えて気候変動にブレーキをかけようという訴えです欧米では地球環境に負荷が小さいものをなるべく選んで食べる人たちが増えていますが日本でもその運動が少しずつ広がっています っていうことなんですが、勝手にしてくれていいですよ。あの例えばベジタリアンやとかいうね、牛も牛も牛肉,牛肉ってか牛さんが吐く息が二酸化炭素が多いとかそういうことなんでしょうそう体の大きい動物や <laughs> しから仕方 <laughs> まあまあね。するけども、確かに。うん、いや私はまあそれもそうですし、新しいやっぱその先ほども言われた体重が増えたっていう話から、うん、生活が一変しましてこの三週間で。うん。あまあそうかもしれんね。はい。ファスティングをしたんですよ。 あご存知二週間なんか何時間飯食えへんやつ3日か2日かしらんけどああのね回復食2日あ違います準備食2日 2>、うん、で正式な断食が3日間酵素ドリンクだけ飲むんですけどでその後三3日間回復食でだんだんこう体を元に戻していく一回なんかこの腸をねあ俺はめちゃくちゃ興味あります,すごい。やってみたいって思いますね。 あのまあ、ちょっと汚い話になりますけど本当に今まで溜まってた腸の中のものが全部出ますしそれはその酵素ドリンクを飲むことによってそういうことがされるお,、まあ、お腹の中に何も入ってへんしででで腸を刺激すするんんしょそうなあとお水をたくさん飲むようになりますしで終わった後に大根をねたくさん食べたりとかするんですよだから腸にいいものを全部食べるからあの要するに宿便が出るんですけれども準備食の時にねだからやっぱり不節制してるとすごい。うん 頭痛くなるよよって言われたんですやっぱり塩分普段塩分肩の人糖分めっちゃ取る人お酒飲む人そしてカフェインをめちゃくちゃ取る人ああコーヒーも飲むなっていうのは間違いなく頭痛くなるってそれはでもしばらくちょっと後転反応みたいなことになるから我慢しなきゃいけないんですけどそれをやることによって頭が痛くなるの抜くことによってねカフェインとかも飲めないんですよなあれののそして まあまあそういうのもあるのかもしれないんですけどお茶もだめなんですカフェインお水かほうじ茶とかカフェイン入ってないものもあってそういうのはいいんですけどいやほんで頭めっちゃ痛なったんですね私もやっぱりああそうなの初めて聞いたわそんなで体がやっぱ飢餓状態って思うのでめっちゃ寝かせようとしてくるんですよなめちゃくちゃ赤ちゃんぐらい寝ました ほんまにずっと寝てみて、ね、私全仕事せえへん<いや> <laughs> 赤ちゃんぐらい寝れる生活ってすごいよね。<laughs> うん、そんなもうそれ彼らが3分の2寝なあかんからな <laughs> ら仕事がないが言えねやんかや家のこともせえへんって決めていなければなかなか寝られへんかな <laughs> いやいやまあ合はしてますけど、うん、ほんまにめちゃくちゃ寝てただこれがかの断食2日目ぐらいに すすっごいもう頭痛くもないちょっと快感になってくるてうそうなんですようでもうご飯に対する執着心もなくなりましたし自分がいかに食べ物とかに依存してたのかっていうことがすごい分かって、うん、だからもういや,いや私の場合はカフェインだったんですよやっぱカフェインがないといコーヒー好きなの 大好きで毎朝自分でエスプレッソ水出ししてんそ,そんなんイメージないけどなまあコーヒー毎朝飲むぐらいは皆さんね<ー>ちょっと俺も飲むよあ、うん、でも一日四杯ぐらい飲むんですよ俺も一日に三杯飲むかなあ飲みます、うん、あじゃあもう絶対にコーヒーもでも紅茶も一緒でしょカフェインの量はちゃうの紅茶の方が強いよ。 あーそうなんですかえ、はい、ー俺紅茶の方が良いのもうあじゃあ頭痛くなると思いますやる言うて <laughs> <laughs> いや<も>俺はでも興味あるからそういうキットみたいなのがあるわけあるんですよあるのはい<き><で>結構周りやってるよなんかすっきりするってか俺 めちゃくちゃ食いしん坊やから一回そうやって立ってもう一回美味しいもの食べたいなっていうそれがねなくなるんですよ私もすごい食いしん坊なんですけどあの終わった後食に対する興味が興味というか執着がなくなってそれも困るな本当に今まで食べ過ぎてたんだなとんかつに今やっぱ食べ過ぎてたんだな誰でもわかるそういうのを考えられるほらもう本当に粗食になっていくわけもう今私は超粗食でもまああの言葉ですけど僕たちの知り合いもやりましたけど一ヶ月でこっちにリバン きましたよそう、俺の知り合いもあってそのあい直後はそんな感想であのすっきりしましたそっから運動して適度のあまあまあとかその食事も気につけてたけどこれかなりしんどいですよやっぱりいやそう思うでしょうそ,、うん、そう思うんですけど、うん、終わったら全然しんどくないですその食終わって今どれぐらい、うんだよそれが聞きたいえっと三日とか四日ぐらいですけどこれなまた出たやろう <laughs> きま皆さんこれが腹立つねこれは今もう3か月目です言われたらあそうなんかな思うけど2日3日の話なのほんでこんな死の思いして3キロやからななんか食うとるやろお前みたいなそんなに1週間ぐらいある意味の絶食みたいなことしても3キロしか痩せへんのそうなんですよ3キロそうなんですよだって宿便が全部出たんでしょ出ました それで三3らいちょっとおかしいなよ普通にいや多分一般的です体がこれ以上痩せたら危険だと思って一般的で調べたんかソファスティングやった人に1人かなんか十人か聞いて平均的な数値をもう免許持ってますみたいなそうやねんな3日目やろまだまだ3まだ出た取ろうと思ってもうえってその何でもかんでも思いましたはい体験談だったんではい以上渾身のそれオケメッでした パアンドスロットスーパーコスモグループの提供でお送りしますすいません相原ですがどうか背中を押させていただけますか神様ありがとうこのコーナーは皆さんが迷っていることをうっすら知っている相原がどうしても背中を押したいというので仕方なしに解決させてあげるコーナーナですはい、はい、前回の悩みでございますけれども岡山市のカシオペアさん30歳の方ですね、えー、新入社員の21歳の、えー、男子は超装飾系で今まで彼女ができたことがないと。うん 女性の話はセクシー女優の話で盛り上がっていたのですが実は嫌いだったそうで上司からセクハラになるかもしれないんで気をつけてと連絡がありました <laughs> 社会人として当たり前のことを注意するとすぐに心が病みふそ込んでしまうタイプらしく繊細な部下への対応に困っておりますでもこれね本当に今多いかもしれないですいい、ね、これの悩みこれでね中間感職の方が逆に病んじゃうねんて 管理はせなあかんのに、指示を、どの、その、指示したらこう,うとかね、注意したらあかんとかだったら、どうなったらええねんっていうので、 まあこれは別にあのこの方直し悪いとのなんですか二十歳の子が悪いというよりこれ社会問題やねちょっとね,ねはいお返事来てますかはいお返事いただいておりますえー、先日は親身にご相談に乗っていただき大変ありがとうございましたあれから私の両親にも相談に乗ってもらいましたが<ん>相原さんがおっしゃったように我々が思う常識を強要するのをやめようと思いますそういう常識が分からん子やと思うしかないですよねよまたコミュニケーションの取り方も難しいですが残念ながら 新人くんの彼とはドライな関係になるしかないと思います幸い新人くんは同じ職場環境ですが職所属チームは別々なので必要最低限のの仕事の関係だけで済まませようと思います古き良き上下関係や人情礼儀が悪い方向に捉え,られ捉えられる世の中がなんか寂しいですね。 まあ最終的に振る舞いで損するのは新人君ですがこの度は大変ありがとうございましたといただいていてます。だからこれ終身雇用もね、はい、もうそういう時代じゃないので,そ,やなでその会社に入ったらずっと定年まで、うん、だから今まで我慢しとってんやからなで、ね、でか会社自身もそういうふうにして促すじゃないですか、はい、別に追ってくれんでいいよ何やったらちょっと早期やめてほしいど、うん。もうなんか。 そうね一年に二人ずつぐらいはやめてってくれていいんやけどなあみたいな雰囲気もあるからまあこの方がね、うん、ずっとおられるかどうかも分かれへんし、ね、あんまり気,し気にしすぎてもね、はい、仕方がないのかなという気がしますボールペンを差し上げたいと思います,、はい、ますはい、今週のお悩みに参りますラジオネームうさこさんからいただきました私は四十代の主婦でパートで事務の仕事をしています、うん、会社の年上の男性社員の方が有名なクリームパンを買ってきてくれたということで、うん、ご馳走 してくれるものと思いわあ嬉しいありがとうございますと言うとあ1個350円だからね<え>と言われ えお金払うんだと思いながらも支払いました350円高,ない高いですねクリームパンはすごく美味しかったので次の日すごく美味ししかったたですすと伝えました、うん、するとそれから次々これ美味しそうだったから買ってきてあげたよと高級食パンやドレッシングなどを買ってきてはこれは何円だからねと言い私も私が喜ぶからよかれと思って買ってきてくれてるんだしといらないとも言えず毎回支払って買っています。 が度重なると時給わずかで働くパートの私的にはこんな高級な食パン食べなくてもなとかそんなに有名店のスイーツもなとか考えてしまいます甘いものは太いから控えていますとやんわりもういりませんと伝えたんですが。 これは甘くないから欲しいかなと思ってあ、これは何やねと違うものを買ってきますそして毎回買う羽目になりますはっきり断れない性格なのでどうしたらいいのか悩んでいます、うん、良いアドバイスをどうかよろしくお願いいたします良い,い,いアドバイスも何もはっきり断るしかないんですよ、ね、もういらんわ<う>な何やねん勝手なことしてで、あの高級食パンでもね高級デザートでもそうですけど玉の1回食べるからいいだけであって、うん、週に1回とか何日で1回食べるもんでも、うんうん、この良かれと思ってっていうのはあ まあ実要求して要求うがでちょっと似てるとこあるもんな <laughs> そのよかれと思ってじゃなくていらんねん俺 <laughs> 俺 <laughs> 俺クロワッサンとかそんなにいらんねんお金は許容しませんけどね。 まあ、た,ただで上げてんねやから、まあ、ええやないか、ボケってこと。いやいや、そんな。止まりやんか、そんな、ずっと持つもんでもないし。<laughs> まあまあ、確かに、まあ、いただけるもんであれば、でも、素直にいただきますけど。枕言葉が世界一美味しいとか言われると、まあ、<laughs> プレッシャーになるのは、まあ、りまね、だとは思いますけど。ねはいはい、例えば、こういう、こういうふうに言われたらどうすると。その、あげれるなんやったら、すみません、うん言って、食べても食べんでも、どっちでもいいけど。買う羽目になる。 これ食べられないんですとか言うとダメなんですかねちょっとアレルギーあるんでこれ食べられないんです何をアレルギーん <laughs> か成分に入ってるものがちょっと食べられないんですドレッシングだったらね例えばそのあんまりこう食べられないものが入ってるんでいらないんですできないんですとかこ,こういう方ってそのアレルギーって言ったら何のアレルギーって聞くしいないやそんな手間かけさせられるんでもう結構ですっていや手間ちゃうよ」って言,う言いますし、ね、言うたよ。 いらんわもうっつってこれ <laughs> これ真骨頂ですよこ,ここぞあの黒田エナジーを <laughs> ねえ当これに関してね、はい、本当に何かいろ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 言うやん、はいろいろ言うたらそっちをいや気にせんといて俺のことはとかあ、ね、そっちにとるから言うからす,すいませんとご好意は嬉しかったんですけどもうちょっと私もあの。 自分で食べたいものとかはあるんで当本当に結構ですからで<ー>よくなくないですかねそ,うですよそれ別に割引多分しないと思いますしねそこまで向こうもクリームパン350円どういう気持ちで買ってんのかよう分かれへんやかんか差し上げるんやったらいいよ、はい、ちょっと余計に買ってきたけど、ねうんうん、350円 お金続かへんとか言うとダメなんですかね。私もお金今節約してるんです。つけていいじゃん。お金ない。いやなつ付けていいよ。つけて。どんだけ売ったっすか。<いや S 2> <laughs> すごいなおえ。やっぱ俺しか俺の言い方しかないわそれだったら。ね、どう言ったらいいんですか。<laughs> 何してんねん勝手なこと。<laughs> 言う言ってんやんけ。<laughs> まあ一番いいですけどね。まだあの黒さんちょっとで、ね。 パートという立場で気を使ってることはわ、うん、かりました、はい、しょうもない顔してがついてない <laughs> もうおられんようになるからな <laughs> お前がクリームパンみたいな顔してるじゃないか <laughs> それが出るとねちょっと職場に降りにくいですよ <laughs>、はい、ここはすっぱりですよ、うん、もうあのすいません私の食管理はまあ自分でしてるんで結構ですって言うのが一番じゃないですか、はい、まあでも本当にそれが本当は一番。高級食パンなんてそんな促されて買うようなもんかい <laughs> 違います自分が欲しくて買うもんしかもどうしようどうしよう考えてもう一回考えて買おうかなぐらい,、うんうん、いはい本当にそうですねでうん これはちょっともうはっきり断りましょう黒田さん方式でいくかちょっとまああのもう結構ですという中お任せしますけど結構ですのが逆になんかきつないもう結構ですよはきついいやもうあの買っていただかなくてもう結構です結構ですまあまあもう飽きたわそれそれ何回クリームパンで初めはうまいけどもう多分しょっちゅうしょっちゅう食えるからだものお前すごい両局はい もう結構です。<laughs> 選んでください。さいはい、<laughs> お願いします。<laughs> さあ、皆さんもうっすら知っている肌に迷いぶつけてみませんか。迷っていることを詳しく書いて送ってください。参映者には相原直筆式紙とボールペン、ステッカー、キーホルダー、そしてギッシャンお手製の川柳お届けします。さあ、ボールペンはおあステッカー二枚と、はい、そのその職場の男性の方に、はい、ギッシャンのちょっと迷惑なんです川柳を ちょっとその人に渡してあげれるようにしたらい,いん。そです、ね、私の気持ちってこんなんなんですよっていう。うん、わかりました。ね、はい。五枚。おお、めちゃくちゃ多いな。<laughs> <laughs> 書きます <laughs>。 さあそれではいただいたメッセージご紹介しましょう。今日のテーマ似てしまうよねということでラジオネーム、ヒットさん貝塚市の方ですね私は生まれも育ちも相原さんの地元、選手です。で奥さんはですね大阪市内出身で、うん、若い頃こちらの地元で遊ぶことが多かったんですが、うん、言葉遣いに嫁が衝撃の連続でした。うん、おまけシャ <laughs> いだるいのーなど独特初めは奥さん怖いと引いていましたが結婚20年先日子どもの成績表を見て「わっしゃーにあるやんけかいだるいの」と、えー、<laughs> 似てしまったというか完全に清州のおばさんに恐ろしいもんです<ー>と。 それで言うと言い、ね、多分向川さんなんかでもだいぶもうこっちに関西弁のニュアンス強いよねうもうだって山梨やってたのにな、ね、どん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 変わってきて誰よりも大阪のおばさんみたいに、ね、なってきましたもんね誰よりもね馴染 <laughs>、ね、むってすごいもんやな、ね、はい。 さあこちら大阪府からいただきましたラッキーセブンイレブンさんです似てしまうことですがそれは愛犬の顔がうちの母親の顔に似てきて散歩中に出会った似てくるよね仕優とかパグとか結構おばちゃんと同顔のとこあるよね髪の毛の色まで似てくるすごい短髪みたいな 散歩中に出会った女子高生たちがウケる、めっちゃ似てんねんけどと手をたたいて笑うほどですやっぱり飼い主に似るもんなんでしょうか。似ますね <laughs>、えー、す,すねね兵庫県はさのんで 孫なんですけども、うん、旦那さんのお父さんの口調にそっくりなんですと<ー>私はお好み焼き屋を経営しているのですがこの孫が遊びに来て、ええ、その時にお客さんが来られたのです年齢80歳ぐらいの常連さんなんですが孫を見てあやしてくれていたのですが急に孫が「ところでおっちゃんいくつになったん?」<laughs> と大人びた口調で人生のだいぶ先輩のおじいさんにタメ口とも何とも言えない口調で話しかけました小さな子が大人びたことを言うので周りは大笑いでしたがえ、うん 当方はそのお客さんにすみませんと平謝りでしたと。<laughs> まあ、子供は、いいどね、子供でも口癖に悩んまねるよね。まあまあね。親の喋り方はやっぱり似るからね。似てきますね。 大丈夫ですよ全然大丈夫ですよ。とか言ってるな。いやーうか言ってるな。言うやろこの間二人でポップコーンしたんですけど二人で大人が「イヤっの忘れてポップコーン作った時にはいポップコーンをふたしなかったんですよフライパンの上でコーンをこうやって二人でやってたんですけどほんじゃはじけたら蓋しにひんとあかんって知らんくてなんでポップコーン作ろうと思ったよほんでほんでもう部屋中ポップコーンだらけなって思って。 <laughs> <人>なんて思って持って。い <laughs> <laughs> <お>や。<laughs> えなんですか。ま <laughs> た私の絵。じゃええそ,そんな変な絵描いたんですか。見てくださいよ。<笑><笑>なんでそんな顔ですか。ギシャの顔です。失礼な。ギシャの顔で。あの喋ってる時書いてたぞ。<laughs> えそうなんですか。はい、見せてくださいよ。いやいや。なんで。<laughs> でそれはあいあいだけ見せて。なんで。<laughs> ももみたいし、<laughs> もう一枚いきますか。はい、えー、ラジオネーム達林さんです。私の似てしまうところはズバリ匂いです。昔親父の車にああ後ろに綿のようなものがついた耳かきがサンバイザーに刺してあったのですが。どういうこと？ 倍前さてたよ、ね、<ー>耳かきを車内に耳クソの匂いが充満してやこれメッセージだから、ね、<laughs> あの独特のハーモニーを醸し出していました芳香剤も入れてなかったので私たちにとっては異空間でした現在耳かきは入れていませんが家族が乗ると私の匂いが充満しているようで必死に芳香剤でごまかしていますくしゃみのあとで匂いも継承しているみたいで家族から煙たがられています匂いって似てしまうんですね。 その聞いたことないあれじゃないですかカカレーショーでしょう全体的になカレーショーでしょうかもしれないですね。親の匂いとよく似てるってあんま聞いたことない。匂いのいいでさあどのあたり差しましょうか。まあアイアールのキワダの選手の方が三千円プレゼントいたします。たくさんのメッセージありがとうございました。 <laughs> えー、今日の3000円当選者の方の発表です、はい、西宮市にお住まいの福島ま樹さん天ヶ崎市にお住まいのラジオネームラッキートリプルセブンティーンさん 門真市におお住ままいいのの松本昭穂さん以上3人の方ですおめですすめとうございます前回のそれ受けグルメは沖縄県産完熟マンゴーでした大阪市生野区にお住まいの岡重政さん姫路市にお住まいの堀亮太さん大東市にお住まいのラジオネーム綾香のパパさん以上3人の方ですおめでとうございます来週も番組にいただいたメールファックスおはがきすべてのお便りの中から抽選で3人の方に現金3000円を、はい、また3人の方にはそれ受けグルメをプレゼントいたします今週は富山

おばちゃんアットマーク M. B. S. 一一七九ドットコム。おはがきは郵便番号五三零の八三零四。M. B. S. ラジオそれ受けメッセンジャーそれぞれの係まで、たくさんのメッセージをお待ちしています。告知です、はい。ちょっと告知がございました。毎日放送のラジオの別番組なんですけども。はい、水曜日の夕方三時にやっております。メッセンジャーえるのユーはこれから一年経ちまして、公開イベントしましょうかということでございます。二千二十二年九月三日。夜の七時半土曜日ですね。開演。 なんですけども、えー、先行発売がちょっともう終わってしまって8月3日。はい 八月三日の朝十時から一般発売になります。えー、ファニーチケット、えー、配信の方が千五百円、えー、有観客の方が二千五百円、当日三千円と。えー、なかなかこうね、キャパ的にちょっとちっちゃいので、配信の方が、ね、ザザハウスね。えー、うあのも百人ぐらいしか入らないんで。道頓堀のね、あのそ中田の食い倒れビルっていうのが昔食い倒れが結構、はい、あそこの下にあるんで。ちょっと近い一階になるんですけど、うん、まあまああの夜にパッと寄っていただけたらな。はい。もうあの見られないという方配信でぜひよろしくを。 お願いいたします。はい,はい。ということでございますけども、はい、もうこの後またあの YouTube は撮らせていただきますけども、はい、あまあとりあえずギシャンのあの絵はこうやってください。じゃ見せてくださいよ <laughs> 私もだから。であのー、これはまた<だ>あのちょっとやっぱりそうふっくらしたとこをリアルにこう表現されてるないね。再現再現 嫌な予感ですね。まああのユーチューブの方はあのまた今度ギシャンのあの取る受けギシャンていうので、あのそう、まだそもも彼女だけあの5分なんでですかあれ？もっと伸ばしてください。お前のためやんか。お前のため5分は5分番組でちゃんときっちりやらなあかんねわかりました。5分は5分やから。5分は5分番組やから。わかりました。はい、お相手はし目線でこれだと。ありがとう川木修花でした。また来週。さよなら。それ受け。ギシャン。 さあ改めましてこんにちは川木修香ですメッセンジャーですメッセンジャーですお願いしますお名前もあいいですさあ一枚いただいておりますあ、はいえー、純粋無垢仁太郎さん神戸市の方ですね、はい、皆さんこんにちはとギシャン浦川さんとナジャさんの通販番組を見ました、はい、旦那と一緒に見ましたが、うん、旦那がギシャン棒読みすぎるわギシャン目線がカンペ読みすぎやんはいギシャンまあまあ厚化粧やな <laughs> 偉い。吉ちゃん超えたんちゃうか。<laughs> そそちら書いてますほんまに。吉ちゃんこれ読む。あ、アホやなあと文句ばっかり言っていました。<laughs> メッセージでも浦川さん、えー、なじゃさんと共演なんで大出世ですね。<laughs> 応援しませんって感じ。<laughs> <laughs> どんなメッセージなんですか。感情ぐちゃぐちゃなりますわ。こんなん言われて。 出てたんですか。僕もなんかツイッターで見ましたけどね。そう、うん、見てなくて。あ、裏川さん、エービの浦川さんとラジャ。うん。あ、え、あの、あやさん見ていただき。いつやってるのか、ちょっと知りません。結構癖強いね、二人とも。浦川さんは、ぶちゃぶちゃ。ラジャ、ラジャの方が、ばらば、ばだもしか。うん。まあ、楽しく収録もさせていただいて。すごかったんです。オーディションやったんですか、これは。いや、あの、ちゃんと直接、あの、指名でいただきまして。ぎっしゃんのことを知ってるよりこのラジオで。 だからあのセノブラじゃないのその流れであ、はい、いただきましてやらせて頂んですけどそういう感想はちょっとやめていただきたいですもっと他になかったですかなんかあの見ましたすごく可愛かったうまくできてました目線が完璧すぎるやんとかいうのはなんか想像できるよね<笑><笑>いやあのねそれはやっぱ商品を紹介する番組なのでその間違ったこと言えないわけですよ、うん、覚えたらいいんじゃ その辺杉本彩さんとかやっぱ上手やで <laughs> また別種類のね通販番組なのでいろいろコンセプトがあるんで、うん、それは別にあの私は言われても何も何気にしませんいや覚えたらいいんちゃうカンペーンをまあ読むより時間あんねんから<ょ>ファスティングしてる時間があるから <laughs>、まあ、俺らはな言たら商品紹介とかだったらそれこそ俺らも別にそ,のそういう仕事じゃないから間違えてあかんと思って読もうとはするけど、はいはい、議長に言ったら MC っていう肩書きがあるんねやったらはい 覚えたらいいんちゃういやでも覚えなくなんみんな覚えてきてらっしゃる方もいらっしゃらなかったですしか覚えてなくても覚えてるような感じでさりげない目線でカンペを読んだりするというのがプロの技、まあ、例えばジャバネット高田さんなんかテレビでやった時にあ、ね、カンペ、まあ、例えばそのアシスタントの方もやっぱりカンペをまず満面の笑みでカメラ向かいながらしゃべってあるからできんことはないじゃないの夢グループの方も,もカンペなんか見てへんやろしね <laughs> あれカンペやったら逆におかしいと思うね <laughs> 逆におかしくない そのイントネーションはどこから来たんみたいなアクセントみたいなここは強くみたいな「d v d も「d v d って書いてると思いますカンペにあの女性の方と僕の知り合いがちょっと知り合いで付き合ってたきってた女の人女の人ちょっと黒田に今打診してるんですよ出てほしい夢グループの方は女の人ですか あのまた演歌歌手の,歌歌手の夢グループの中のタレ歌歌手。で,ね、で、そこの社長があの社長なんですよ。 だバシッと決まった髪型でそういうのもあるから、まああいう方も言うたらやっぱそれで何人かおる中で社長がこの人やってるのはしゃべりがお前いか俺は知らないけども選ばれたわけだからャンもそういうところで言うたら反抗、はい、ばっかりしてんと覚えたらええんちゃうんか <laughs> まあまあお前論理言われたらカンペ目線が気になるとよっぽどやったんちゃうの俺は見てへんからあれやけどねいやいや,そのいやでも見直したらええんちゃうんかか勉強するために何度も見ました自分で自分のオンエア てるってことやな。まあ確かに目線は完璧やったんですけど。一分しかないぞ。思いの丈を言っていいんじゃないか。あといやあと一分って言われてもねあとメッセージはもういいですか。五十七五十カウントダウンしていくんやめてください。私もあのグラビア撮影するってことも聞きました。え聞いてへんで。え私も一緒に。え上山ちゃんの企画ちゃうなあれ。私もあの。私もって別に何で。手柄ことになりましたんでそれもあの皆さんご実際。四十七。 そうなったらお前は向川さんだけ何もするこんなくなって、うん、向川さんだけ土壌作りさせるん <laughs> お前あらえさあさどうせそれは怒るでそういうのなあの人あそうよねうんもうでもえそういうことですよねそのだからなんか大月さんってなんか見切り覇者で考えてるかもしれんけど今12キロも踊ってたら <laughs> <laughs> 私のねおまけの時ほんまに短いですしそのカウントダウンされたらそう喋ることがこうあわばしちゃうんですよだからちょっと 私、あの次もまたそれを受けぎっしゃんありますので、皆様のメッセージをお待ちしています。<ご>えー、お相手は川岸ゆかと。メッセージャーでした。ありがとうございました。た